はい、こんにちは。12月14日土曜日。ゆ時からのアンサーの時間です。私、原が進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797-fmgnos1.com または f m g n o ン1ではツイキャスト YouTube での音声とネット配信をしています。f m g n o ン1のホームページから見ることができますので、 そちらの方もお楽しみくださいツイッターの方も連動していますのでたくさんツイートしてくださいはいよろしくお願いしますさあどんどん寒くなってはいるんですけどねでも1週間の間にはね必ずあったかい日も入ってくるので体調の方皆さんどうですかねえー、と花ピーピーしてる方もたくさんいるとは思いますがまあ自分もやってはいるんですけどね はいということで今週はですね、えー、クリスマスも近いんですけどちょっと違うものをやっていきたいと思いますではですねえっ、ー、と最初に絵本の方ちょっと紹介していきたいと思いますえっ、ー、と図書館の方から借りてきたんですけどえっ、ー、と今回今週か借りてきたのはちょっと 興味をそするちょっと気になってしまう。題名の絵本をちょっと探してみました。おじいちゃんの木ですね。ええー、と内田林太郎文、文井上康成絵ですね。ええー、と、大きさとしては少し小さいんですけど、お猿さんが自転車に乗ってるのが表紙になっております。緑の表紙ですね。 えと「おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんなんていないもんそんな仲かきしないもん」これはですねえっ、ー、と木を探しに行くんですけどえっ、ー、とこのもんちゃんもんちゃんっていうこのお猿さんがですねおじいちゃんのおじいちゃんのお,におじいちゃんに会いに行くんだよっていうものから始まっていきます。 えーとまあ、行くところはですね、このおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんが植えた木のところに行くんですけど、えー、とこれはもうそうですね、小さい子の絵本に似ている同じ文章を繰り返し繰り返ししながら、えー、とまた違う内容も入ってくるっていう、4、えー、5歳児のちょっと絵本をちょっと。えー もう少し年長に変えたような内容ではあるんですけど、えー、とこれをパラパラ見ていくとですね途中からいろんなものが出てきます。イタチが出てイタチとかが出てきましたね必ずからかうんです。おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんなんているもんかそんなに仲良いするもんかといってもですねこのもんちゃんは全然気にしません。どんどん進んでいきます。 でもう鳥さんも来ますしハリネズミも来ます。ですけどこのモンちゃんはですね口ケツどんどん前に行きます。歌を歌いながらですね。えで、えー、ずっとずっと進むんですけどで最後の最後にこのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの植えた木が。 を見つけることができます。でそこでもんちゃんは大きな声で「こんにちは」と挨拶をしてそこでゆっ,ゆっくりするという内容ですね。でこうまあ結構ほっこりする内容ではあるんですけどそうですねこの内容としては何か気になるんですよね。えこの月に何があるんだろうっていうちょっと 興味をそそるような内容だと思います。はい、では1曲目ですね。コブドっていう、えー、と尺八チェロピアノ3つの楽器でやってるみたいですね。えー、でウォーターアイランド千住明さんですね。お願いします。 ベ、ね、ニア。 NPO 法人「プロミスキーパーズ」は貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため私たちはゆいまわるの心で活動しています弱者に愛の手を「NPO 法人プロミスキーパーズ」自動車の時代長浜モーターズキの新型ソリオーシ ギノワン中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モータームービング・ムービング・ムービング・ムービン引っ越しするならムービング・ムービング・ムービング・ムービン県内・県外・ムービング・お部屋の片付け荷物の預かりムービン沖縄引っ越しセンターはい。 どううでしょうか。小ぶとね小ぶとじゃないコぶドう108チ,チェロピアノねこの組み合わせっていうのはちょっと何っていうものですけどね聴いてみたら意外と聴ける音楽でありますよねこれはもう図書館の方なんですけどちょっと気になって紹介してみようかなと思いました、はい、ではですね次の2冊目の絵本です これは絶対見たことあると思いますね。絶対食べないからね。ローレン・チャイルド作。何でこれ木作、漁、役かな間違えていたらごめんなさい。チャーリーとローラのお話。これは何か受賞を取ってるみたいですね。2001年。まあこれはあのー、まあ食べず嫌いのこの妹に、このお兄ちゃんは、 どうやって食べてくれるのかなと考える絵本です。なんかこれもなあれですね子供の姿を描いたものみたいですけど、見たこともたくさんいると思いますけどこれ結構面白いですよね。えー、と絵もですねまたあのー、なんだろう落書きみたいな顔ではあるんですけどでも食材は本物のこの写真を切ってみたりとかですね。 いろいろ工夫されていて、あのー、視覚的にもとても面白い絵だと思います。ね皆さん方たいきらいなものたくさんありますよ。豆、人参、じャガゃがキノきのこそれからカリフラワー、キャベツなんかスパゲティもってありますね卵それはないなチーズもありますしバナナ、煮豆、キャベツでこういうのもあるんですけど え面白いですね、これね。このこの人参私絶対食べない人参なんかと、人参の上に字が書かれていたりですね。えっと、まあ、大人か見てもちょっとくすっと笑ってしまうものです。で、またこの中央、大体真ん中らへんなんですけどね。えっと、これはなんだろう、グリーンピースかな。 グリーンピースの真ん中のグリーンピースに顔があるっていうちょっとこすって笑うようなものもあるんですけどねでまたこのじゃがいもの時にはねじゃがいもがやたらと大きかったりえーなんか魚のフライも食べないっていうこれ贅沢ですね <laughs> でこんな風にいろいろあるんですけどえーっとトマト食べないのって 食べないんですけどえ何、ー、だろうまあ見たらとても面白いとは思いますはいこの今日は2冊ですね「おじいちゃんの木と絶対食べないからね」っていうのをちょっと紹介してみましたねまたちょっと面白そうなものがありましたらえーとそうですねちょっと この仕事から見た観点で自分がちょっと紹介したい、まあ、男,男なりなんですけどねえっ、ー、とまあ男から見たこれちょっと面白そうだなっていうのをと紹介していきたいと思います。えっ、ー、とではね次はですね全然テーマが変わるんですけど恐竜の飼い方っていうのをですね皆さんに。 紹介していきたいと思います。皆さん、恐竜は買いたいでしょうか？何やらですね。恐竜の飼い方もあるそうです。面白いですね。恐竜って買えるのかねと思うんですけど。えっ、ー、と恐竜が現代の地球にやってきたって。まあ、弱の恐竜の子の図鑑ではあるんですけど。それに。 プラスアルファでですね、飼い方っていうちょっと面白い、あのーまあ、飼育特徴と飼い方とはやるんですけど生態ですねっていうのをまた面白おかしく書いたものではありますこれ大人でも見れますよねでまあ面白いものといえばねまあ何があったかな恐竜の飼い方 恐竜ですねあ。ありますね。じゃあアロサウルス飼いやすさといったらですね十十星の三だそうです。えー、っと極めて危険な恐竜の一つ生肉が大好きですと餌をあげるときには この長い腕に注意してくださいがっしり捉らえられたらあなたがアロザウルスのご飯になってしまいますだそうですはい皆さんアロザウルスを買う時にはしっかりと檻に入れてねつかまれないように気をつけてくださいということですね面白いですよなんかねこの飼い方っていうのありますけど でそうですね、ちょっと優しい恐竜ではあるんですと飼いやすさが星3ってあります。紹介してみましょうね。スーパーサウルス。えっ、ー、と、体長が全長33メートル。長い、とても大きいものですね。なんといっても巨大ですので、とにかく大きなスペースが必要です。 1>, 1, 日の1日の食事は 100kg、南洋すぎなどをご用意しましょうという、餌にまでこだわりがあるそうです。はい。で、他にもあるんですけど、えっ、ー、と、時間どうかな、こうやって27だから。 えーと2曲目行ってみましょうかね同じく小ブドうで「さすけ」っていう曲ですお願いします。 はい、えっ、ー、と何でしたっけね「サスケという曲でしたえっ、ー、とちょっと名前が読めないんですけど妹に尻尾の「尾で何て読むか分かんないんでちょっと探してみてくださいねえっ、ー、と次がですねえっ、ー、と恐竜もいるんですけど「古生物」ですねのものをちょっと「尾の飼い方 っていうものがありましたでもねこの生きている化石生きている化石っていうのがまだありましたのでちょっと、えー、紹介してみたいと思います。ラティ,ラティメリア要はシ,シーラカンスですね。シーラカンスはもう深海の方に生きてるっていうのは皆さん有名だとは思うんですけど。 えっとーまあたまに地上の方に出てきますよね。発見されたのがだいぶ前ではあるんですけどすごい大ニュースになったっていうのを自分はちょっと覚えてはいるんですけどえーとですねとなんだっけな、うん、はいはいはい。 独 <laughs> りことです。すみません。<laughs> でですね、えーと、生きてる化石といえば、皆さんが大嫌いなトービーラーでございます。はい、トービーラーはですね、本当にもうデージ昔から住んでいるものでですね、えー、と生きてる化石です。皆さんがよく見る身近なものですね。まあ、嫌いなんですけどね。で、他にもですね、 オウムガイ、まあ、今で言うあのタコとかタコじゃないなイカだイカの先祖になるものですねえっ、ー、とオウムガイが一応イカに変変変変変わったっていううに言われてはいますでどうしてかというとこのオウムガイのこの表の殻この表の殻がですね 以下の場合は耐火大かして、えー、と中の方に入っているだけで、えー、と構造的にはこの大向かいと対しては変わらないっていうのを、えー、とテレビで聞いたことはあります。はい、で他にもですね海ゆりとかありますけどこれはあのちょっとわからないですねなんかあるみたいです。<laughs> ということですね。今度、ご生物を買ってみようというのをですね、やってみようと思いますが、あら、もう時間になりましたね。まあ、いいか。では、また次のものを紹介していきたいと思います。ということで、今週の放送ももうそろそろ終わりですね。早いものです。じゃあ、来週ももうクリスマスですね。 皆さん体調の方も整えて気をつけてお過ごしください。年末ももうお過ごしです。ね。えー、と、正月の準備も始まってきますね。皆さん元気にお過ごし、お過ごしください。ということで、今週の放送も終わります。12月14日土曜日、アンサー。 私、原化進行していきました。30分間ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。